今回紹介するのは最悪の事故が起こるまで人は何をしていたのかという本です。現代における最も危険な場所の一つが巨大システムの制御室である原子力発電所、ジャンボ機、爆薬工場、化学プラント、核ミサイル基地技術発展に伴いシステムはより大きく高エネルギーになり 人員はより少なくて済むよう設計されたが、事故が起これば被害は甚大になる巨大システムが暴走を始めたとき、制御室で人々は何をするのか、何ができるのか、最悪の事故を起こすシステムと、その手前で抑え込むシステムとの違いは何か50余りの事例を紹介しつつ、 巨大事故のメカニズムと人的組織的原因に迫る読み応えがあります2017年に文庫で発売された書籍ですが本文中に例として記載されている事故はかなり古いものが多いです1960から70年代などの事故事例を引用してその原因や事故前に起きている細かな要因などが詳細に調査され 文庫にままとめられています。内容の交差事故調査報告書の引用ポイントなど読み応えがある書籍です事故やその原因に興味がある読者にはおすすめできる本です装置や設備を利用活用管理する側から安全とは何かを問いかけています技術者サイドから考察された チャレンジャー号やシティコープタワーなどの事例集や書籍では語られていない部分や考察が述べられており本誌にあるような事故装置や施設の設計段階施工段階で技術者や予見することができ事故を回避予防できたはずだと思われる事例が多いさまざまな毒語感が得られると思うので若い技術家の方々にはぜひ一読を 以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。